はい、半間家の本家の半間陽先生です。ですね、私が大家としてですね、駐車場というか、駐車場を貸しておりまして、政府にね、政府に駐車場を貸してるんですけれども、あまりにも安すぎるということでね、問題が出てきました。130坪の駐車場を政府に貸してるんですけれども、それに対してね、駐車場、実際今自転車場にしてるんですけれどね、駐車場というか自転車で、場所がすごくしっかりしたところで高い土地なんですね、役所に貸してる土地が。で、それで今貸賃がですね、1駐車7坪あたりですね、1つの駐車場1台、駐車場が置けるのが大体7坪ぐらいなんですよ。で割るんですね、130坪を7で割るとね、28か25かね、結構あるんですね、なるんですよ。それかけるね、1台の自動車の駐車場代は場所場所で貸してるんで、5000円ということで、5000円だと約10万ぐらいなんですね、月の。130坪で貸してる、7坪でやると20何台か入るものですから約10万ぐらいになるんです。でその支払いがですね、月10万ぐらいの支払いが、ちょっと支払ってない、安すぎて大幅に安いということでね。でただ自転車なんで、その5分の1ぐらいにしないといけないんじゃないかということでね、言うなれば学校なんで、生徒たちが高いところには自転車を置けませんから、で他には空きありませんから、私外しちゃうとどこも駐車場なくなっちゃうんですよ、自転車を置くとこね。で駅寄りの方なんで、すごくいいとこなんですね、側なんですね。駐車場になると中まで入るわけですけどね、駐車場はすぐその学校のすぐね入る手前になるわけですね。で環境いいとこなんで130坪貸してまして、で一つの車でしたら月5000円でお貸しするんですけれども、同じ広さで同じ仕様でね、やっぱ自転車で置いてるんで、10台ぐらいは置けますでしょ、5、6台は置けますでしょ、車で言うとね、自転車はね。学生が使ってますから、5分の1ぐらいに下げないといけないと。5000円から5分の1だから、1000円ですね。だから、自転車代としたら1日10円ぐらいかかるわけですかね。で1日駐車したら10円ね、その費用ぐらいは取らないとまずいとね、ということで1000円ですね。車も置けますからね、車も置けまして、車も置いてることがあるかもしれませんけどね、車ですと5000円ですけども、少しぐらいはいいですけど、一緒にね、自転車置き場ということで契約してますのでね、5分の1同じ広さなんですけど1000円月もらいたいと、もらわないと次の9年10年契約でございましてね、契約はしませんよということで、一応役所の方に、申請しました。そうすると約ですから、年に25万ぐらい入るんですかね。ね、130坪ですからね。130坪ですと2万円近くなりますからね。2万5000円ぐらいになるのかな。
131坪ですけどね、割るごとの7坪はね、が車が駐車できる、ね、駐車場1台のが5000だけども駐車、自転車置き場にしてるんで5分の1にして、しょうがないだろうということで、税金もかかんないとこだしね、車と違うので税金かかんないしね。で、1000円かけるその置ける台数分ですね。で、月の値段ですね。月。車だと5000円だけど1000円だと。広さでね、7坪あたり。1000円でお貸ししましょうということで、契約をね、高くしないで、最低限はもらわないと、こちらの方にね、問題があるんで、ということで、申請しました。で、ただね、9年後ですからね、また次の契約、その時に契約しなかったら、契約しないわけですね、もし その値段以上じゃなかったらね。しかし、今年、私のもちょっと困る資金不足があるんで、今年中にだったら500万で売ってあげますよというふうに申請しました。その駐車場ね、500万で安く。場合によっては2000万で売れますけど、緊急なんでね、今年いっぱいだったら500万で売りますよということと言ってるんで、あと1ヶ月ちょっとありますから十分間に合うと。で、役所の方は困らないようにそういう定義で、私がちょうどね、困ってる時なんで、安く売ると500万で売るということはいいかということでね、相場は上がってるんですよ。まあ実際300万ぐらいなんでしょうけどね、登記上時の、ちょっとぐらいだということなんですけど、役所が言うにはね、実際は違いますよ。国で指定する値段と実際の売りと全然10倍ぐらい違いますからね。